ああ、ウェンディ、来てくれたの？あれ、私酔っ払って寝ちゃって。久しぶりじゃん。元気にしてた？全部知ってるでしょ、あなたも。そうだね。何にも隠し事はできない裸同士のお付き合い。ウェンディはラブピ、ラブピはウェンディだもんね。私はあなたみたいに下品でもなければ見境なくもありません。ああ、その単刀直入な言い方で竹を割ったような性格になりたいと思っているのに、全然全くもってこれっぽっちもなりきれていないところがかわいい。ずいぶん詳細に言ってくれるな。そんな大甘かわいこちゃんだから、つける隙がありすぎてラブピからすると心地よいわけ。そういえばどう？ジロちゃん元気？お父さんは別に変わらないよ。合わせてあげようか？興味なし。もうジロちゃんじゃ好きなさすぎて遊べないもん。大体お手手もどっか飛んでっちゃったでしょ。ウェンディが死んだら元瀬屋に戻ってあげてもいいけどね。あ、刀だけにね。今のどう？今のあなたをお父さんに合わせたら、私がこっぴどく怒られるか幻滅されるかのどっちかだよ。ジロちゃんも昔は可愛かったんだよ。でもなんかいつの間にかカチコチになっちゃってさ。ジロちゃんが刀抜くとさ、すごかったんだから。あれもこれもボッキボキのキンキン、パッツンプリプリのバインバイン。全然意味わかんないけど、まあお父さんもいろいろあったし、精神的に強くならないといけない理由があったんだろうね。男は悲しみを乗り越えて強くなるって。しょうもな。そういえば私もお父さんが刀を抜いたところは見たことないな。あれ、そうだっけ？覚えてないだけじゃない？どうだろう。で、どんな感じだったの？だからさっき言ったじゃん、ボッキボキのプリンプリン、はじけて飛び出てキャーエッチって感じ。もう聞くのやめる。あと一つ言えるとしたら。言えるとしたら？ウェンディの100倍強かったよ。そっか。あれ、落ち込んじゃった？ごめん、悪気しかなかったの。何言ってんの？むしろやる気出たっつうの。いつかちゃんとコントロールしてやるんだから覚悟しといて。そういう土台無理なことをできると思ってるところが一番可愛いんだよね。いつまでもラブピの大甘かわいこちゃんでいてね。